はい、今回はね、ちょっと雑談をしていきたいと思います。雑談の内容はオッポリの 3A の話をしながら、私が最近ちょっと疑問に思ったことを話したいと思います。まあ、オッポね、リノ 3A はオッポリノ A の、まあ、後継機種ということで、もともとオッポリノ A が非常にね、人気があって、かなりね、販売台数も出ている端末だと思います。なぜね、人気かと言いますと、まあ、お財布携帯に対応していたり、防水防塵に対応しているということで、まあ、日本のユーザーが求めている機能がね、詰まっているというところが、まあ、一つの人気だったと思うんですけれども、まあ、オッポリノ 3A も同じようにね、お財布携帯を搭載していて、防水防塵に対応しているということで、まあ、かつね、オッポリノ A が、まあ、今となってはちょっとね、設計が古いというところもあって、まあ、弱点になっているカメラのね、まあ、デュアルレンズですかね、デュアルカメラになっている部分と、まあ、あと急速充電等に対応して、まあ、新しくね、生まれ変わった形で、まあ、発売されるということなんですけれども、まあ、非常にね、そういう部分で期待度が、まあ、高い端末だったんですが、まあ、一部ね、ちょっとそのスペックの中で、そういったね、ユーザーの皆さんをですね、がっかりさせるところがありまして、まあ、これはもうね、ちょっとネットで話題になっているので、まあ、ご存知かと思いますけれども、スナップドラゴン665ですね。SOC がスナップドラゴン710から665に、まあ、スペックダウンをしてしまったということで、まあ、それが非常に、こうね、みんながっかりしてるということですね。で、まあ、なんでね、720G を積まないんだとか、730G を積まないんだとか、もうなんだったら710そのままでよかったのにとかね、そういった声もありますけれども、まあ、まあ、いろんな理由があってね、もちろん665を選択したっていうことだと思いますので、まあ、これがね、まあ、どういう理由かってなかなかわからないんですけれども、まあ、ただね、そんな話を見ながらですね、私もいろんな記事を見た中で、まあね、あるサイトの、まあ、有名なね、ガジェット系のサイトの、まあ、記事の中で、まあ、ちょっとね、その記事をここに出してしまうわけにはいきませんけれども、まあ、見ていただければね、わかると思うんですが、そこにですね、その、まあ、スナップドラゴン665を選択した理由の、まあ、予想って言いますかね、まあ、その、ライターの方のあくまでも予想ですけれども、まあ、665の方が新しいし、カメラ機能への対応の幅がそちらの方があるっていうようなね、まあ、なんかそんなような内容のことが書いてあって、あーと思って、私もそのね、読んだ時、あ、なるほど、まあ、カメラの機能を、まあ、そのね、十分なものにするために、まあ、あえて665を選択したのかなというようなふうに、その記事をね、見てですね、私は思いました。まあ、それで、まあ、よくね、スマートフォンの話をしていく中で、カメラ性能って、その SOC が良くないと結局ダメなんだよっていうようなね、話を、まあ、聞いたことがあります。まあ、ですんで、結局カメラの性能って SOC にかなり依存しているので、SOC がそんなね、低スペックのものだと結局カメラの性能があまり良くないっていうようなことを、まあちょっとこれ乱暴な言い方ですけど、そういうふうにような話をしている、まあまあコメントとかですね、まあそういった話をよくね、見てることがあるんですけれども、まあそういった部分もあって、まあ665の方が後からできたね SOC ということで、もしかしたらカメラ機能がね充実していて、まあそっちを選択したんじゃないか、まあ処理速度よりもカメラ機能を良くするためにまあ665を選択したのかなというようなね、ところがあるのかなと思って、早速ねスナップドラゴンのまあホームページに行ってね、ちょっとそのね詳細を見てみました。はい、それでね、スナップドラゴン710の、まあ、今これね、公式のページなんですけれども、公式のページの、まあ、スペック表をね、見て、そこを確認しようと思って、今ここを見たんですけれども、まあ、それでね、この中にこのね、デュアルカメラで、これ、マルチフレームノイズリダクションっていうんですかね、この機能を使って、あと、ゼロシャッターラグってね、ここに書いてありますけど、ね、ここですね。で、30フレームで、まあ、最大1600万画素って書いてありますので、確かね、オポリノ A のカメラって1600万画素だったので、まあ、おそらく710でこれを使ってるのかなってふと思ったんですね。で、まあ、まあ、これデュアルカメラで使えますよっていうことだと思うんですけども、で、シングルカメラだったら、まあ、2500万画素でよくて、で、シングルで、このゼロシャッターラグとか、そういうのがなければ最大4800万画素でも使えますよっていうふうに書いてあるのか、ちょっとこの要はですね、表の見方がわからんのですよ。なので、そういうね、カメラ性能を良くするために665を選んだっていうところを確認しようと思ったんですけれども、このスナップドラゴンの表の見方がわからなくて、結局のところわからないんですね。で、
まあでもこのね、デュアルカメラで1600万画素ってなってるんで、まあこれで該当してるのかなって思ったんですけども、ただですね、ふとね、シャオミのミー9ライトっていう端末があるんですけど、まあこれ私持ってなくて、まあ買いたかったんですけど、持ってない端末なんですけども、それって、同じスナップドラゴン710を搭載してるんですね。で、710を搭載してるんですけども、4800万画素のカメラに、トリプルレンズなんですよね。だからここにトリプルって別にサポートされてるような記述はないんですけれども、別にトリプルレンズで使えてるし、まあ、4800万画素のカメラも積んでいるので、まあその別に665を選択しなくても、別に710でも、まあそのままいけたのかなっていうのをちょっと感じました。まあただ710がもうね、古い SOC なんで、今からそのね、供給する端末に710が使えるかっていうのは、そこはもちろんあると思います。もう作ってないかもしれませんし、まあそろそろね、こう終わりの、SOC なのかもしれませんし、まあそういったところはわからないので、その710にすればよかったじゃんっていう話ではないんですけど、まあそういったところもあって、この表の見方が要はね、わからないです。710でもトリプルレンズのね、端末が実際存在しているので、この表の見方ってどうやって見るのかなっていう話を、まあ疑問に思ったということなんですね。で、ちなみに665の方ね、見てみましょう。これ665なんですね。スナップドラゴン665の方の、スペック表なんですけども、で、これ見ると一緒なんですよね。リアルカメラで1600万画素、シングルカメラで、2500万画素、で、シングルカメラで、4800万画素で、まあ、ほぼ一緒なんで、別にこれに変えたからっていうのは、あんまりね、よくわからないんですよね。で、この 4K も、まあ、30フレームしか撮れないし、これも710と一緒なんですよね。さっきのスペック表と。まあ、強いて言えばこのスローモーションキャプチャーっていうところが、710は、あれですかね、フル HD の 120fps しか書いてなかったような気がします。まあ、それが、720p の、まあ一応240フレームで撮れるっていうのがちょっとパワーアップしてるかなとかっていう、そのぐらいですかね。まああと光学ズームね、ここ対応してるって書いてありますけど、ただ光学、てか望遠レンズ積んでないんで、これ関係ないと思いますので、ですので、まあ確かに、まあそういう部分で言うと、対応のね、機能の対応範囲って言いますか、カメラ機能の対応範囲は、665の方が、まあ、若干上かなと思いますけれども、実際その Reno 3A にね、搭載されているところについては別に変わらないので、まあちょっとね、そのカメラ機能のために665を選んだっていうのは、ちょっとこのスペック表からは読み取れないというか、そもそもこのスペック表がさっき言った通り、見方がわからないんですよね。まあ、これデュアルレンズシングルカメラしか書いてないんですけど、実際そのね、OPPO の Reno 3A は、あれですね、クワッドカメラなので、全然ここにこうね、どうやって照らし合わせたらいいのかなっていうことなんで、ちょっとわかんないんですけども、まあそうかと思うとね、なんか最近トリプル、SOC でトリプルカメラに対応したのが出ましたよって確かどっかのニュースで見たような気がするんで、今これシングルとデュアルしか書いてないんですけども、まあ実際じゃあここにトリプルっていう項目が加わった SOC がどっかにあるのかなと思いますので、ますますね、この表ってどうやって見るのかなっていうことと、じゃあトリプルカメラとかね、クワッドカメラのスマートフォンって、まあ、どういう SOC とこういう関係がね、どうなってるのかっていうのが、ちょっとね、技術的なことがわからなくて、どうなってるのかなという疑問が最近ね、ちょっと湧きました。はい、今回はね、OPPO Reno 3A の話をしながら、カメラ機能とね、SOC の関係について、ちょっとわからないところがありますよという話をね、させていただいたんですけれども、もしね、こういった技術的なことに非常に詳しい方がいらっしゃいまして、コメント欄でね、回答いただければ非常に助かります。なかなかね、ちょっと、まあ、ほとんどの人にはどうでもいい話だと思うんですけれども、ちょっと私の中ではこう、納得がいかないと言いますかね、落ち着きが合わないと言いますか、そういったところがありますし、またね、この動画を見て、私と同じように、うん、確かにこれどうやって見るんだろうなってね、思った方も、まあ、ごくわずかいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、もしね、わかる方がいればコメントいただけると助かります。はい、今回は以上です。